緑井駅は広島県広島市浅南区緑井4丁目にある西日本旅客鉄道壁線の駅である。駅番号は JRB09。島式ホーム1面2線を持つ地上駅。駅舎は線路東側広島寄りにあり、ホームへは構内踏切で連絡している。1994年に 大町駅の開業による古市橋駅から大町駅への旅客輸送量の移動の対応策として、緑より開始の列車新設のために行き違い設備を整備し、短式ホームから島式ホームになった。それに伴い、狭かった駅前周辺にも大掛かりな開発が及び、大型のロータリーや駐車場、バス停が新設され、100メートルの場所に緑移転マンや、 さらに目の前に富士グランミドリーがオープンしている。壁駅が管理し、JR 西日本関連会社の JR 西日本中国交通サービスが、駅業務を受託する業務委託駅で緑の窓口が設置されている。緑の窓口営業時間は7時15分 -19、30。愛子家が利用可能。JR の特定特殊内制度における広島市内の駅である。 駅スタンプは、美沙門祭りの駅。基本的は1番乗り場に、広島方面、2番乗り場に、壁方面の列車が停車する。ただし、場内信号の関係上、壁方面からは1番線にしか進入できないため、当駅始発の広島方面駅は2番乗り場を使用し、その間の壁方面の列車は1番乗り場を使用する。行き違い設備が設置される前は、線路の西側に、 単式ホームのある駅であったが、駅舎は現在と同様に線路の東側にあった。駅舎の出入り口は以前は駅舎南側にあったが、現在は駅舎東側にある。以下の情報は、広島市統計省及び広島市西洋欄に基づいたデータである。以上の1日平均乗車人員は、乗車数と降車数が同じであると仮定し、年度埋葬数を365で割った後で、 さらに2で割った値を小数点第2位で四捨五入。小数点1位の値にしたものである。ありがとうございます。